はい、お疲れ様です。山です。NIO 2 DLC 二つ目ですね。平安京都まで、やっていきたいと思います。で、一つ目の DLC で牛若さんが、なんか元凶がさらに昔にいるみたいなこと言ってたんですよ。で、自分にはね、時を遡る力がないんで、主人公に行ってほしいということなんで行っていきましょうっていうことですね。はい。で、ちょっとやっていく、まあまあ、ちょっと、ていこうか。義経の残した手がかり、ようやく見つかったの。さてさて、鬼が出るか蛇が出るか、手に取らねば始まらぬの。おお、はい、なんですけども、実はね、これ一回もうやっちゃって、テイク2なんですよね。ちゃんと音声が取れてなくてもう一回やるっていう話ですね。だからまあ、新鮮な気持ちでね、もう一回やっていきたいと思いますということで、まあ、知らんふりしながらやるのも変ですけどね。まあまあまあ、二回目ですけども、新鮮な気持ちであれば、何度でもできるということで、やっていきたいと思います。で、装備なんですけども、一応まあ、この DLC 二つ目からね、手に入るこの、なんだっけ、手甲っていうね、手甲じゃないみたい。手甲っていう武器があるんですけども、まあ、これだとね、あれなんですけど、なんか、例えばこれだ、爪がついてるんですよね。より、近接武器みたいな、これ、なんだっけ。こんなんで似たような武器が前あったんですけども、なんだっけ、どっかなかったっけ。あれ？どっかにあったと思うんすけど。あ、戦痕か。戦痕、あ、背中に背負うんだね。まあ、トンファーがあったんですけども、それもなんか、近接でね、体術っぽい動きでしたけども、より、なんだろう、体をね、使った攻撃になりますね。なんか、武器としては手なんですけども、足技も使ったりして、すごいよりトリッキーな動きで相手をね、翻弄していくみたいな感じですね。で、まあそれを使ってね、今回から、この DLC から出てきて武器なんで、ちょっと使っていこうかなっていうところで、ぐらいかな。はい、じゃあやっていきましょうか。ほい、家中の、涼しい音。はい。義経の思念にあった王ということは、ここで当たりじゃのう。今度はあの箱がわしらをここに呼び寄せたのであろう。まか不思議じゃが二度目ともなれば心の備えもできようぞ。二回目でもう慣れちゃったかな。はい。じゃあ行きましょうか。この時代にも、牛若みたいな、ソハヤマルを持った人がいるんじゃないかっていうことでね、やっていきましょうか。はい、来た。で、これ気になってんのがさ、2回目でもちゃんと喋ってくれるかな。まあ、ちょっと進んでみようか。うい。大丈夫かな。またしても時を超えたようじゃが、
この荒れ果てぶりはとても同じ京の都とは思えぬのよ。同じ光を宿す刀、それがこの時世にもあるのやもしれん。うまく持ち主が見つかればよいが、道を尋ねようにも人よりあやかしの方が多そうじゃ。はい、時代って書いて時世って読むんだね。初めて知った。はいで、人よりも妖怪が多いと。すいませんっつったらね、妖怪が振り向く時代ですからね。さあ、まっすぐ行きたいけども、まずはこっちですね。こいつがいる。なんか、ね、敵は変わんないみたい。やべ。戻ってくる。危ない危ない。お、あ、やべ。失敗した。危ない危ない。ちょっと待って、止まってくんない？慣れてない慣れてない。あ、全然聞いてない。マジで。あ、そっか、妖怪技が出ない全然さっきから。そうだね、溜まってないんだまだ。こいつ本当危ないから。オッケー。ちょっと近いな。近いな。近いわ。ああ、やっちゃった。ちょっと近い。ああ、危ないな。こいつは本当に。お、オッケー。オッケー、なんかうまくいったんだけど危な。あ、生きてる生きてる、生きてんだまだ。オッケー、ダウンさせたのね。はい、了解。さあ、危なかったけどなんとかですね。これ開かないと。で、早速ポイントが溜まったんで使っていきましょうか。まあ、ある程度は覚え、ある程度、まあ、ちょっと覚えてあるんですけども、まあ、今んとこちょっと、気になる。まあ、軽く言うと、上段は本当攻撃に特化した感じで、これね。これ。ね、デンプシーロールっていう名前じゃないんですけども、まあ、似たような動きはまんまですよね。と、思いっきりぶん殴るっていう噂ね。これめっちゃ強い。当たればね。当たればめっちゃ強い。ただ、気力を全部使うんで、まあ、諸刃の剣的なところはある。はい。で、これね。アニメみたい。で、中段技はここね。カウンター技が多いみたい。なんか、こういう。受けて、体当たりして、浮かせて、落とすみたいな。格ゲーみたいになってる。で、どこに使おうか。はい。じゃあ、とりあえずこれ覚えようか。手数が増えるかなと思って。はい。あー、やっべ、間違えたし。間違えたし、今のはちょっと忘れてください。このね、あ、間違えた。このミッションが終わったら使えるようになるね、技なんですけども。あー、そっか、これで覚えたんだけど、上書きされちゃってる系かな。そうだね。そっか。あー、でもこれの方がいいな、多分。まあ、このミッションが終われば変えようか。はい。早い。回し蹴りを放つと。ね。武器は手なのに、足技っていうね。面白い。さ
さあ、じゃあ中入っていこうか。で、これはね、六六尾っすよね。六六尾と普通の兵士の見分け方は、この首元のモヤモヤですね。モヤモヤがあれば、六六尾ですね。お、危ない。これ。2700。でかいんだよ。ね。組打ちと同じぐらいある。で、さらにバックアタックであればもうちょっとダメージあるんじゃないかな。さあ、ばあさんがいる。ガキもいる。ここの人もいる。ほら。あ、ダメ？硬いね。まあでもちょっと使ってみてどうかっていうとね、この手甲をね。先根の方が俺は、好きかな。一発こう入れる技がないんですよね。まああるっちゃあるけどこれ。ちょっと使いづらいんですよね。気力全部使っちゃうし、まあ、すぐ出ないしね。だからそういう意味で言えば、なんだっけ、先根だと絶唱って技があるんですよね。あれだとすごいね。うわ、ああ。使いやすいんですよね。これ。これ、デンプシロール。で、デンプシロール、あれ。足んない。ほ。ああ、やって。生きてる、生きてる、生きてる。ほ。デンプシロール。相手押し出しちゃって、もう届いてないね。前に進んでほしいんだけど。はい。これで、ショートカットね。使いづらいなぁ。いや、でもね、仕込み、今回、もう、使いづらいなぁって言ってて、最終的にはなんとなく慣れてはいたんで、だ結局、慣れなのかなみたいなのは思いますけどね。仕込みこう慣れたの結構最後の方だったか。いやでもね、ミッション自体が少なかったんですよね。DLC 一つ目。だから、ちょっと間に合わなかったんですけど、この二つ目の DLC はちょっと長そうなんですよね。ばあさんを殴り続ける。気持ち的にはどうなんだろうね。かわいそうな気してくるけど。はい。さあ、前に行きましょうか。はい。で、こっちね。この人一回殴ると振り返ってくるはずだから。お。そうそうそう。そう。隅に追い詰めて、デンプシロール。そう。そう。そうだね。ロープ際に追い込んで、デンプシロール。ね。幕内さんも使ってた技ですよね。そうしないと逃げられるから。来たー。はい、わ、もうこいつ、マジわかんない。おぉ、びっくりした。お、怖い。怖い。怖い、怖い。怖いんだって。ほら、殴れ、殴れ、殴れ。あ、やっぱ普通にやれた。おぼろ車。最高。テイク2。そうなんだよね。そこを越えたら出てくるみたい。なんか。で、なんか、なんだろうね、カゴに取り付いた悪魔。ってことだね、多分。怖いもん、ほんと。どうなってんの？これ、たたりもっけと同じ技だよね。あ、やべ。もう。
読めない。今どういう状態かわかんない。3回怖い怖い。はい、すげえすねこすりさん。あーなんか出てきた、なんか頑張ってる。もちゃ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 、オッケー。怖っ。何？京姫おぼろ車により、引き殺される。あーでもやっぱね、2回目のプレイなんで、いろいろ抜けちゃってるね。今のおぼろ車倒したらなんかね、思念みたいなのが出てくるんですよ。でなんか恋愛関係の恨みで女の人を殺したみたいな感じのこと言うんすよね、さっきのおぼろ車が。でそれが多分この人っすよね、桔梗姫。はい、で悔いを残してね亡くなられてますね。さあポイント取っちゃおうか。ちょっとこれ覚えてみようか。あれこれ覚えらんない。あいけるね、いけるいける。カウンター技ですね。オッケーオッケー。これちょっと使っていこう。お。お。え。あの人に来てもらって、ちょっと使ってみようか。あ、なんだ？なんだ？なんだ？ちょっと待って。カウンター技だよね。覚えてなかったっけ俺今。中段で、巻き落とし。あー、連打しちゃったからダメか。うわ、短そう。受付時間。OK。さあこの人が、藤原のなんとか呼んじゃおうか。そう呼ぶたびにねおちょこかかるんでね、あれなんすけども。さあもやもや。あ今使うのもったいなかったかな。うふ潰された。はい伸びる。 OK。 さあお猿さんですね。 OK。 でこれでショートカットで通じましたね全部。で、ちょっと待ってね。桔梗さんはやっちゃおうか。二人で。悔いを残されてるみたいですからね。あ、でも悔いを残、恋愛対象かなこの人もしかして。二人で狙ってたね。可能性はあるね。OK、OK。なんか申し訳なくなるね。顔ぶん殴ってるからね。とにかく相手をボコボコにする武器ですよね、これ。あ、そっか、いけねえ。この先にアイテムがあるんですけども、壺じゃない、樽がいるんでね。水に濡れとかないと。ええ。お前、危ないよ。俺はいいけど。さあじゃあ一旦社を拝んで、拝まなくていいか。いいね。拝むと敵復活しちゃうんでね。ちょ、何の前、死ぬ気かお前。
死ぬな。戻ってこれないな、あいつ。しょうがないな。オッケーオッケー。で、あ、レベル上げとこう。で、武を上げますと。多分この武器は義なんですけどもね。上げるとするならば。まあまあ。そしてやっちゃって。お。またおぼろ車いる。控えてますね。ちょっと嫌だ。さあ、え、あ、回復してない？体力減ってない？早くない？なんだ？ちょっと待とうか。はい、じゃあ行きましょうか。はい。頼光剣山、今日を騒がす鬼どもめ、おとなしく玉城をよこせ。かっこいい。それって、ああ、貨車だ、貨車だね今の。オッケー、殴れ殴れ。あー、やべ、ちょ、待て待て待て、毒を入る。ポイントかっこいいんだよね、なんか。うー、やっ、かっこよくない？なんだ、なんかわかんないけど、なんでそんなかっこいい技使えんの。止まれ止まれ。オッケー、毒入ってたっけ。あ、止まんない、やばい、危な。調子に乗るなよ。ごめん、そういうわけじゃないんですよ。はい、いけ、やばい、潰された。ちょ、待て待て待て、これは闇は払った、本気で行くぞ。マジで、あー、ダメか、潰された。潰されるの弱いな。うーわ、すごい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 。いけいけ、オッケー、オッケー、おお、いった、3000。オッ、おお、鬼がなぜその刀を。雷光殿、羅生門に。怪しい奴め、次は必ず玉城をもらう。行くぞ金時。帰ってった。この人ね、初回プレイ時もね、いてもらったんだけど、ソロじゃ無理だったかな。ちょっと難しい。雷光さんですね、言ってましたけど。頼光さんの、で、名前は頼光だけど、通称雷光だよね。確か。金時さんと一緒にいますもんね。あの人ですよね。母上ですよね。はい。
じゃあ終わりですね。あ、で、まあまあいいや。はい。はい。輝くソハヤマルに背に浮かぶ王。遠間頭を名乗ったともなれば、あの者は源の雷光か。はい。有名なんすよね。うん。だけども、敵に認定されてんだよね。だから、出会うたびに殺されかけなければいけないというね。危ないですけどもね。はい。気をつけていきましょう。ただね、雷光さんのね、声すごい好きなんですよね。声優さん。はい。まあ、そら、個人的な話ですけどね。かっこいいよね、なんか。はい。で、一つ目のミッション、今ので終わりですね。なんかね、すごい短かったんですけど、ヤシロも一つしかなかったしね。はい。で、ミッションいくつか、今回は多めなのかなとか、思ってますけど、まあ、ちょっとやっぱ長い方がいいよね。二つ、前回 DLC1 個目は、二つだっけ？ちょっと長めのミッションが二つだったよね、メインミッション。だからちょっと寂しいところだったんですけどもね。はい。じゃあね、ここからちゃんと音声取れてるといいんですけどね。はい。じゃあ次回ね、ここやっていきたいと思いますということで、今回は以上です。ありがとうございました。